よろしくお願いします。さあ今日なんですが、皆さん見てください。こっからここまでローラン・ギャロスです。いや僕は本当に今年ローラン・ギャロスがどのように開催されるか本当に楽しみにしています。まさに赤い土、伝統です、文化です。まさにテニスが祭りになる日、このローラン・ギャロスに対して僕は本当に思い入れがあります。まさに自分を強くしてくれた。なぜ強くなったか、いろんな声が聞こえてくるんです。英語で聞こえた時に、あ、やだな、そういう音が聞こえてきた時に何て思ってたか、うっせえわって、この言葉が僕をものすごく強くしてくれました。なので今日は皆さんに世界一のうっせえわぜひお届けします。ミュージック、うっせえわ。さあ自分を大事に、自分を大事にしていこう。正しさとは、愚かさとは、それが何か見せつけてやる。決まった、おめでとう。張り切っていこう、こっからだよ、こっからだよ。さあいろんな声聞こえてくるけど、うっせえわ、うっせえわ、うっせえわ、そういう気持ち、そういう気持ち。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってった。ナイフのような思考回路、持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰のせい、果てもなくただ混乱する AED。 それもそっか、最新の流行は当然の把握、駐在の投稿も通勤時チェック、順調な精神で入社しは社会人だ、当然のルールです。最高、行こう、石橋貴明さん。ああ、うっせえ、うっせえ、うっせえわ、あなたが思うより健康です。一体何歳もいようなあなたじゃわからないかもね。まあよく似合う、そのかもなく、かもなくないメロディ。うっせえ、うっせえ、うっせえわ、頭の出来が違うので問題はなし。ねえマッコイちゃんさ、何今日テレ朝当番を聞いてたかちゃんでるんじゃないの。おお、じゃあやりますか、野球。うっせえ、うっせえ、うっせえわ、あなたが思うより健康です。実際が最後ようなあなたじゃわからないだろうね。私もね、大概ですけど、どうだっていいぜ、問題なし。